大都会議社客運は、台北市公共議社管理ところが民営化された際に、設立されたバス会社である。現在は、は台北市と客運集団の参加となっている。略称は大都会客運。大都会客運は、全身が台北市公共議社管理ところであり、2004年1月1日に、成立した、公舎社,社の既存路線を継承し、台北市及び、 台北県を中心に運行路線を有している。資本金は約6億新台湾ドル。主要株主は台北市政府と首都台北客運となっている。使用車両に関しては、高車所時代の車両が置き換えられ、10年以上運行した車両は台湾の中南部の運輸業者あるいは東南アジア諸国へと転売されている。韓国の大バ抜製の車両が大半を占めており、 日本の日の自動車や中国の金流製の車両も多く使われている。最近になって中国の BYD 社の BYDK9 と呼ばれる電気自動車が使われるようになった。三菱不走ローザ RM11FN2G 現在が11台、運行されている937系統で、運行される三菱不走 RM11FN2G トヨタコースタートヨタ。 コースター日の r k 8ジャッサー r k 8ジャルバ、KJF2016 年に導入された車両は標準塗装となった日の r k 8ジャルバ、KJF2017 年に導入された車両はシフテン運転ハットコを結ぶ高速バスで運行されている日の r k 8ジャルバ、KJF 日の RN8J スベース SF 日の HS8JRVL UTF2018 年に導入された車両は、広市用化車体制であり、行き先表示器は、フルカラー LED、BS120CNBS120CNBC211MA10 台すべてが、南光キールン、大竹ロンの高速バスで運行される。10台すべてが、南光キールン、大竹ロンの高速バスで運行される。 K426 台が高速バスとして運行されており、そのうち2台がリフト付き車両となっている、9028路線で運行される、スカニア K400BJ6123BJ6123XMQ6120ZK6128 台湾では、電気バスの導入が進められており、その一環として BYD 車のバスが導入されている。 BYDK9BYDK9DA、BYDK9 BY BY とは異なるデザインの BYDK9DA は10台が導入されている。和平幹線で運行される BYDK9DA 台北市民圏あずまじのバス、専用レーンを走行中のイリスバス製、低床車両 R-836-435AB メキシコ工場の生産737。 AB079AC を用名産バス停 856AB ダイバス BH115V 大都会客運として初めて購入した車両試験導入車両台北津ラネ A270 系統で使用されている東南客運のストライキのため612系統を運行260系統車両285系統に導入された 新型提唱車両9026.9028には都会の星と呼ばれる愛称が使われている。台北都市運環状線が開業する際の試験目的で運行が開始された路線。ありがとうございます。